朝とんのが本町とんのが黄金さんのチームや。でも本町僕らもどっちかそうはつけるけどな。で村付きが高木さんとかや。三十の宝もみんなできるやつ。誰かできるんかな。瀬戸さんとか覚えてなかった。曲は初ラツイチの方の応援にやってきておりまして、今日はどうぞ皆様よろしくお願いします。どうぞ今日のためにいろんなセールをやっております。さあどうぞいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。おはようございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。早速始まってますね。お嬢ちゃん、あげとくか、スタンプラリー、スタンプラリーの紙がありますよ。もらっとく。それでね、はい、どうぞ、ここにね、スタンプ集めたらプレゼントがもらえるよ。お母ちゃんと一緒に頑張って行ってきてください。頑張ってください。はい、無料券もついてます。さっきの幼稚園の頃。ああ、それは可愛いわ。だから見えへん。それで見えへん。こんな見えへんかったよね。かわいい、かわいい。そうか、見たかったな。早めやとお集まりをいただいておりまして、ありがとうございます。おはようございます。いつもこのくらいのちんどん屋さんが主だから、ちんどん通信社というね、もう知ってる人は知ってますけど、一流ブランドなんです、これが。どっちが当時だと、うん、どうやあっちです。はい、いらっしゃいませ、今日は大阪からちんどん屋の一行で、はい、商店街の各コーナーやっております。どうぞ皆様お土産でございますよ。美味、はい、しい和菓子の方でございます。金鳥堂さん、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
欲しい？あ、ほんまや。ありがとうございます。さあ、こちらは美味しい水まんじゅうでございます。いらっしゃいませ。美味しそう。いただきます。食べたい。どうぞ。新鮮な素材で心を持ったおもてなしをモットーとしております。はい、さあ、いつとり、今日は昼からありがとうございます。一宮とかよく来られる。ありがとうございます。クリーム出ておりますよ。これがね、味噌せんべいアイスクリーム。おーすごい。先生の詰め放題もありますよ。おお、すごいですね。ご近所やけど、どうぞこのチャンスにやってね。
ただいておりまして、ありがとうございます。大阪からやってまいりましたちんどん通信社の一行でございます。日本で一番ですね、子だくさんであるとね、もうみんな仲間内でひっついたり離れたりしながら、そのたんびに子供が増えてくるわけでございまして、その中のふみかでございます。この後にも続々とね、子供をどんどん作っております。もう新しい時代はもう新しい世代でもうどんどんやってもらわなあかんということで、どうぞよろしくお願いします。